ヘキサクロロシクロトリホスファゼンは、化学式酸で表される、リンとチッ素と塩素からなる、無機化合物である。1834年にユストゥス・フォン・ディビヒが後、塩化リンと塩化アンモニウムから合成し、その後、H.N. ストークスが6因ン化合物であることを提案。百四十三年に、L.O. ブラックウェイと W.M. ブライトが、電子解説。百五十八年に、 a ウィルソンと d f キャロルがに X 線解説で調べ、構造が確認された。ヘキサクロロシクロトリホスファゼンの分子構造輪と、窒素からなる6因間のン原子に、塩素原子が2つずつ結合した構造である。ン原子と窒素原子間の結合長は、ほぼ等しく、PNP と NPN の結合角は、前者が、わずかに広い。ン原子と窒素原子は、 ほぼ同一平面上に位置するが、塩素原子は同一平面上には位置していない。日本では2011年現在大塚化学と伏見製薬所が製造しており、かつては日本化学工業、日本製菓、新日草加工でも生産を行っていた。3の合成方法は、様々な経路が研究されており、PCL こと NH4CL の反応、 白リンと窒素とアンモニアの反応が一般的である。酸塩化リンとアンモニアから直接合成することはできない。工業的には PCL こと NH4CL をクロロベンゼン、あるいはトリクロロエタン溶媒中で反応させて生産される。酸をそのまま利用することはなく、塩素を有機元で置換した誘導体の形での利用が行われている。アルコキシホスファゼンが 例4に、ジアミノテトラクロロシクロトリホスファゼン、または、ジアミノテトラフェノキシシクロトリホスファゼンがポリウレタンに、難燃性をもたらすことが報告されており、化学繊維や合成樹脂、綿などへの難燃剤や、防炎剤として利用される。塩素を、フェニル元あるいはナフタレン元で置換した、誘導体は、高温域でも、潤滑性能を有する。ナノメートル単位の厚さで塗布した。 ホスファゼン誘導体はハードディスクドライブ用潤滑剤として利用される。酸を密閉状態で250摂取350度に加熱すると重合し、ゴム状の重合体 N を形成する。これは直鎖状と枝分かれした重合体の混合物である。直鎖状重合体はベンゼン、トルエン、テトラヒドロフランに可用であるが、分子状重合体はこれらの溶媒に不要である。 10号体を急激に加熱すると、怪10号し、再び感情の酸となる。10号体を大気中に放置すると水分と反応し、徐々に火水分解する。この過程で男性を失い、最終的にはリン酸とアンモニア、塩化水素を生じる。ありがとうございます。